やっぱりその契約率とかも全然違うので当然ですけど、リードで鳴らすと所沢だけ突出して多かったかっていうと、まあその当然数字はある程度良かったは良かったんですけど、大きくその初速で差がついた部分はその来店してからの入会率の部分。もうベテランのピラティススタジオのオーナーみたいな感じです。いやいやまだオープンして1ヶ月経ってないんでパンパねえな、なんか本当にこれぶっちゃけで何人ぐらい行くんだろうね。なんかこれ600とかも今年中下手したら行くんじゃないかなと思っちゃうんですけど、どうですかね。まあ、水準的に600目指したいなとは思ってるんですけど、当然証券が都内とかとは違うんで、まあ僕の中では500超えてくれたらもう一つ他でいう600ぐらいの水準かなとは思うんですけど、600目指してなんとか頑張っていきたいなっていう感じですね。ちなみにブレイクイーブン超えてます今？もう超えてます。オープンして9日目ぐらいで多分超えましたね。すげえな。なんで22日にグランドオープンなんですけど、多分30日、31日ぐらいにはもう超えてましたね。見てる方で、いやこれ全部そうでしょって思っちゃ危ないですからね。浜口さんがたまたま良くて優秀でそういう実績もあるってことですよね。あとこれもねちょっとぶっちゃけ聞きたいんですけど、言いにくいかもしれないですけど、本部の実際最初に説明受けたのと会議した後ギャップっていうかどうでした？その出てた事業計画の数字とかは本当にその通りなんだなっていうのはすごい良かったポイントだったんですけど、唯一ブレたところでいくと初期費用のところですかねがところ為替の問題とか、あと他の要因とかはあるんですけど、やっぱりインストラクターの採用費とかもうちょっと上目に見積もっておかないと、まあ、僕のエリアがっていうところもあるんですけど見つからないケースもあるんで、その分の研修費払ったりとかっていうところがあったんで、そこの見積もりとかぐらいですかね、ブレたところでいくと。最初ある程度もうその物件出てくるからそれ選んでもらうぐらいでいいですよみたいなテンションで、まあ、伺ってて、僕も初めてだったんでそんなもんなのかなと思ってたんですけど、なかなかやっぱり物件で出てこないですよ。本部の方もすごいいっぱい探してくれるんですけど、とにかく出てこないんで、僕も寝る前にずっとサイトを見て、下のページ連勝1から最後までポチポチ見てて、該当する物件を埼玉、神奈川、千葉全部見て、いやこれ違うこれ違うこれ違うってやってやっと見つかったんで、なんかそれぐらいしないとなかなか出てこないなっていうのはちょっと1個やってみてギャップでしたね。で実はずっとあった物件だったんですよ、その最初から。そうなんだ。ほう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 。でもともと浦安に他にいい物件あって、浦安やりたいと思って出したんですけど通らなくて、4社コンペぐらいでもう一回探し直しってやって、で1個ずつ見ていって、 Google マップで見ると想像より今の物件って駅から遠そうに見えたんですけど、実際どうなのかなと思って現地行ってみて歩いたら結構近くて、これだったらいいじゃんってなって申し込み入れたっていう感じですね。ちゃんと足使ってるな。さすがっすわ。足めっちゃ使いました。僕都内のそれこそ恵比寿の神楽坂も三軒茶屋とか洋画とか溝の口とか、神奈川の武蔵小杉とかも含めてですけど、自分の足で行けるところ、それこそ有明ガーデンとかも含めて僕ほぼ全部の店舗歩いて駅から見て、他のオーナーさんがどこに出してるのかみたいなのを全部見に行ったんですよねで他のオーナーさんが出してる感覚と僕の感覚がずれてなければ成功ラインに乗せられるなと思ったんで、少なくとも絶対そこ足使わないといけないなと思ったんで、全部見て周辺の人たちとか見てスーパー入って、ここに通いそうな人がいるのかどうかみたいなのを、なんで証券調査すると明らかに出せる位置ってまだ結構あるんですよ。めちゃくちゃボリューム多くてみたいな、人口密度高くてあるんですけど、街に実際行ってみてスーパーとか入ったり他のブランドラインナップ見ていくと、ここには多分クラブピラティスはないだろうなっていうなんとなく感覚がつかめてくるんで、その要素でスクリーニングしてた時に所沢来た時にここにはすごいありそうだなと思ってビビッと来たって感じですね。本部の人ですか加盟してるオーナーさんたちすごい戦闘力高い方多いんで、もう本業で大成功してたりとか、もう M&A してガーンってキャッシュ持ってる方々ばっかりじゃないですか。なんで僕はまだ全然プレイヤーとしてもウェブで第一線で頑張ってる身なんで、他のオーナーさんと違ってやっぱ1店舗目そんな気軽にこけられないし絶対失敗できないんで、ちゃんと自分が見入りしないと片手間でミスったってなると結構しんどいんで、コミットしてやろうみたいな感じでやってましたね。ちょっと次の店舗楽しみですね。2号店はい、2号店もちょっと出したいなと思ってるんですよ。このままうまく所沢立ち上がってくれたら。あとね、なんか確か入る前にコミュニティにも期待したいっていう話されてて、今のところあんまりまだコミュニティの活動できてないんですけど、今年から M&A バンクのサロンメンバーとのガッチャンコイベントやろうと思ってるんですよ。で、実は、この間、古畑さんがGMO ソニックのイベントに来ていただいて、というか僕が撮影したんですけど、そのデータを UKM でスキーでなくしちゃったんで、お詫びとして招待したんですね。そしたら、M&A バンクサロンでめっちゃ面白いっつって入会いただいたんですよ。はい。なんで、もしよかったら、M&A バンクサロンに、2人で入会するのってどう思います？ M&A バンクに出演するとちょっと安くなるじゃないですか、金額が。うん。僕はこれ出た後入ろうと思ってます。弟も入ろうと思ってたんで。面白いなんか、つながりだったり、その発見だったり、いろんな人と出会えるんで、僕すごくいいと思いますよ、本当に。いや、めちゃくちゃいいと思いますし、それこそ今本部と主導してがっつり使ってないっておっしゃってましたけど、僕なんかこう立ち上げる過程の中でいろいろオーナーさん相談させていただいて、それこそさっき出てきた古畑さんとかも立ち上げのタイミングで相談したりとか、この前飲みにも連れて行ってもらって、なんかアドバイスもらいましたし、あと、ちょうど来週も福岡の竹内さんと古畑さんとなんか一緒に竹内さん東京でいらっしゃるらしいんで情報交換しようよみたいな感じでもうコミュニティとしてすごい人たちと接してるんで、それはすごい加盟してよかったですね、やっぱり。あ、よ、嬉しいな。ちょっと今年からまたさらにいろいろ企画していきますんで。いや、めちゃくちゃ楽しみですね、はい、ありがとうございます。やばい、ちょっとフライトの時間になっちゃったんで、なんか PR もしよかったらあります？ソーシャルメディアも概要欄貼りますんで。普段カブモンさんにお世話になってるんで、ストックさんの紹介をちょっと貼っときます。あ、いいっすよ、いいっすよ。はい。うん、はい。ストックさんのチャンネルでもいろいろ情報発信してるんで、ぜひぜひお願いします。わかりました。ウェブも勉強したい方は、概要欄のストックさんのチャンネルを確認ください。じゃあ、浜口さんでした。参考になったらグッドボタン、そしてチャンネル登録マストと、ストックさんのチャンネルもフォローお願いします。じゃあまた M&A バンクでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかすごいっすね。やっぱ無敵だな、なんか。動画内で話せなかったんですけど、もう気づいちゃったんですよね。ウェブの事業って全然固定費かかんないじゃないですか。こんなにピカピカな決算出せる業態って少ないなと思ったんで、なんかレバレッジかけないと損だなと思って。ここ使います。いや、絶対レバレッジかけた方がいいじゃんと思って。わかるな。なんか仕入れが、特にコンサルとかウェブマーケットだったら、利益率めっちゃ高いじゃないですか。はい。だから決算ピカピカにして、資産性のあるような、多店舗展開できるような事業を長期的に作っていくっていうのは僕はすごくありだと思いますよ。めちゃくちゃありだなって気づいちゃったんです。僕は不動産とかも好きだったんで、もともとそういう業界の情報とかどうやって会社伸ばしてるか見てたんですけど、ウェブの業態って僕らはストックさんモデルでやってるんで、業務委託しかいないんですよ。その社員ゼロなんです、ウェブの方に関しては。なんで本当に固定費って僕の生活費ぐらいしかかかってないんで、だったらこっちで利益出して、店舗の方でレバレッジかけていって、大きくしたら5年後に結構な規模にまで持ってきるんじゃないかなっていうのがあって、それを狙ってます。素晴らしいな。もうなんかいろいろ早い段階で分かってるところはもうやっぱ天才ですね。いや本当にストックさんもそうですけど、やっぱ株主さんも含めなんか周りにめちゃくちゃすごい優秀な人たちいるんで、その中で勝っていこうと思った時に、僕あんまりリスク取ることにこう抵抗がないというか、割と踏めるなっていう風に自分で感じたんで、なんかそこをちょっと一つの差別化ポイントにして戦っていこうみたいな。ウェブやってるとどうしてもその固定費かからずにちゃんと利益出せるんで、そこからわざわざ踏もうってならないんで、わざわざ踏んでいこうっていうその戦略ですね。ちなみに浜口さんから見て、株本くんのすごいところと岩野くんのすごいところってどこですか？株本さんすごいところはめちゃくちゃ人の観察力すごいっすよね。動画でその毒舌言ってるとかまあいろいろありますけど、普段からやっぱすごい見られているというか、こうパーソナリティも含めて、僕って例えばカバンさんとか飲んでたりとかすると、先輩たちが喋ってるものに対してガヤ入れたり突っ込むみたいなポジションが自分的に気持ちよくて楽なんですよ。なんで自分からボケに行ったり話題の中心を取ったりとかあえてしないんですけど、カバンさんにそろっと浜口はやっぱ自分で攻めるべきようにいけないとダメだねって言われて、それ自分で思っててちょっと恥ずかしいんで隠してたとこなんですけど、そんなピンポイントでついてくるかっていう体験があったんで、カバンさんそういうところがすごいですね。岩野さんはすごい人望あるんで、僕もそうなんですけど、やっぱ岩野さんのために頑張りたいなと思うし、コミュニティにも貢献したいなって思えるし、すごいギバーで、周りにもう少し人がついてくる方、どうやって自分を選んでもらって一緒に働いてもらうかみたいな、選んでもらうための所作というか、こう付き合い方とか礼儀とかマナーみたいなところも含めて、すごい岩野さんに全部教えてもらって、でそれを僕も大事にして真似してるんで、そういう人がついてくるみたいなのがやっぱすごいなと思いますね。トックさんさらに飲みますね、これ。これ多分ね、見てる2人気持ちいいと思いますよ。夜酒飲めですよ、これ、この動画で。で僕はストックさんが伸びるのと、ウェルネスXアジアが伸びるのに、ちょっと双方に貢献していきたいなっていう感じですね。ありがとうございます。今すぐ会社を売却する予定がなくても、ぜひサロンに入って、M&A、そして IPO を勉強しませんか？将来必ず役に立つと思います。ぜひ M&A バンクサロンでお会いしましょう。